吉田さん、リアルビジネスやってると取引先が応じてくれないってことあるんですよ。例えば店を建てようと思った時に、そのお店のね、内装とかを頼むじゃないですか。そしたらね、いや、あんたの会社の内装工事は受け入れられませんと、引き受けできませんって言われること結構あるんですよ。というのが、あなたの会社を手伝ったらライバル企業がね、いい顔しないから、ごめんなさいね、競合するところにはちょっとお手伝いできないんですってことで、その地域の外から業者さんを呼ばないといけないといけないこともあるんですよ。当然割高ですよね。で、何が言いたいかっていうと、ネットビジネスはそういうこと言われないじゃないですか。 YouTube をやるときに相当問題がない限りはアカウント作れますし、まあブログをどっかで無料でもいいけどやるときに相当問題がない限りはアカウント通りますよね。 Gmail だってほとんどの世界中ほとんどの人が作れるんじゃないかなと思うんですよ。でもリアルビジネスやってると、そもそもそれがダメってことがあるんですよね。会社を取引先としてちょっとね、お願いしますって言った時に、いや、すいません、できませんとかね、銀行に行っても断られることもあるし、で、契約の途中なのにその会社が降りたとかね、潰れたっていうのもあるんですよ。でもネットビジネスに関しましては、 Google 潰れますかね、 YouTube 潰れますかね、楽天潰れそうですかね、でメルカリは潰れそうないですよね、どこも。これほど安定して、しかも資金も潤沢にあって信頼に値するインターネットの世界の、その担い手となるのに何の躊躇がいるのかなと思うんですよ。リアルビジネスの方が危ないし、今から面接に行こうとしてるバイト先の方が危ないような気がするんですけどね。だからやっぱこのね、マインドチェンジができるかどうかですよね。古い勤めるという概念にどのぐらい毒されているのか、そして時代の変化に追いついていけるのか、そうだと思いますよね。楽ですよね、ネットビジネスってね。そう考えると、もう今日から会社が作れる、今日からお店が出せるわけですからね。すぐに。リアル店舗ってのは本当にね、2ヶ月とか3ヶ月かかるんですよね。まず立地とか、不動産屋が売ってくれないとか、高いとかね、競合が近くにあるとか、まあもう本当にね、頭痛いですよ。だから出店できたとしても、3年後にね、ライバル店ができたとかね、チェーン店が周りを取り囲んだとか、本当あるんですからね。従業員が辞めてそっち勤めに行ったとかね、本当あるんですよ。やれんですよ。いってらっしゃい。